ハイビスカスだっけこのお花。ハイビスカス、ありがとう。腹減った、それはご飯食べて。握手してないんですよ、うん、今日美人のお姉さん、あ、そう今日ねお出かけしたのでちょっとメイクしちゃったよって感じなんですけど、こんばんは。そう今日は早いの、外羽ね早いね。もしかして、うん、5時間10分もやらんよ。新しいギフト増えた。あ、そうなんだ。なんかさ月に2回ぐらい変わるよね。気まず。ひーちゃんさすがに帰ってたね、お土産待ってるよってショールームの星ギフト配信、え、そうなの。どうやって生きていけばいいの。今日も可愛い、ありがとう。今日も並べた、お、私も今日ね並べたよ。リアちゃんが、リアチューがいちごパーティー、あのお泊まり、あ、いちごパーティーしたいの今日はね藤井理恵さんとお出かけ、藤井理恵さんって言い方やっぱ、リエチとねお出かけしました。髪型、いや、そうありがとう。今日ね結構取れてきたんだけど、今日はねちょっと波打ちみたいなのやったんだけど、ちょっとなんか取れちゃった。普通に、あ、ひーさん片付けはね全然終わってない、普通に汚いこんばんは。お知らせに書いて、え、そうなんだ。どうしたらいいんだろうね。どうしえ、じゃあ何が起きるのって感じ。そうリエチ朝に配信してそうしてたんだよ。私と出かける前に配信してた。そうリエチとお出かけしました。お晩、やっほー、こんばんは。そうリエチと行ってきたいいな、やばい。七並べやり直して初めて1位取って、え、そうなの。え、どういうことちょっとごめん理解できなかったそう今日はねお出かけしましたよでなんかリエチと行きたいねって言ってたカフェみたいなとこがあって、そこに行ったらなんかお盆だからお休みでなんか張り紙貼ってあった、おっととか、え、めっちゃ気まずかったの。そう関東のよしみ、あー確かに近いよね埼玉、あ近い、まあ近いか。お盆働いてたもん、お疲れ。リサコって女がいる、やばい。リエチとイチゴはね違う、リエチが一個下かな、高校生のはず。こんばんは、こんばんは。そうイチゴっちおかしいよな、清楚の美人。さ、そうなんですよ。リチは元気、あ、リサコはねさっき会ったよ、全然元気だった、元気だよ。海なし県仲間、確かに。こんばんは。無料ギフト廃止、もう投げられなくなるけど、え、無料ギフト廃止なの、気になるわ、ちょっと後で確認しよう。広島疲れますよね、やばい。聖地巡礼しようとして臨時休業のこと、それはピエン侍かも。リポート15日まで、宿題的な、大変やな。こんばんは、こんばんは、やっほー宿題か、大変。でも高校生だもんね。うん、こじはるさんがエステのファンの人とすれ違った、あ、そうなの。こじはるさん、りちゃはりちゃゆいにやり続き、りえちゃんまでチャラい、違いますよ。え、なんで、普通にみんなとお出かけしただけじゃん。なんでそんなこと言うの。気まず。カウントも廃止カウントも廃止されるの、え、なんかその情報マジで気になる。ちょっと調べちゃおうかな、調べていい、気になってきた、ちょい待ち。え、わしどこにやったっけ、あ、これか。はいしょ、タブレット。宿題ないんですよ私、調べてみて、調べる。宿題ないんですよ私は、ちょっともう卒業、高校卒業済みということで、すみません。いちご農家は課金した人しか なれなくなる、あ、ということ。イケメンキャラ、じゃあイケメンキャラでいきますこんばんは、今日別の3期生と、え、そうなの、すごい、誰とすれ違ったの。こんばんは、調べてみて。ショーゴールドが毎日、あ、そうなの、むずいね、ちょっと調べるね。ショールーム、こんばんは、こんばんは。参集しなくてよくなる、参集してくれてたの、どういうこと、参集してたってこと。明日までの課題、やばい、やらなきゃ、大学の課題ってこと。やろう、それはやろうよ。チラヤッホー、何これ、あ、真珠か、山広さん真珠ありがとう、びっくりした、真珠がいっぱいだ、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、無料ギフト、カウントも廃止、え、カウントも廃止しちゃうんだってね、なんからしいね、今言ってた。デイリーミッション、あ、そういうことか。こんばんは、こんばんは、ヤホミー。メンバーさんと会うの気まずだから、会わなさそうなほど歩く、確かに。でも気まずだよね、お互いに気まずかも、それは。
北いちご高校、違う北海道で、北海道、え北海道、いろいろ変わる、なんかあれっぽいね、いろいろね。待ってこれさ、お知らせに届いてたってか、ショールーム開いたのか。関東星投げも通常運転だった。あ、そういうこと、どういうこと星なのよ。 DT が応援できなくなる、やばい。なあちゃんのアルバムが11月7日、そうだよ、10月15日に広島に来るということで、え絶対行きたいんだけど、まだ言ってないわ、言わなきゃ。10月15日にね、広島パルコ、パルコじゃないや、パルコのなんだっけ、ド忘れしちゃった、タワレコか。ベランダで見てる、えベランダにいるの、涼しいの、やっほー。イベント何かとお得、え七並べのイベントね、達成したいですね、ぜひ。これどうやって見るの、あこれ新コンテンツかな、うーん、あ分かんない、よく。こんな広島帰ってきましたよ。 DD 禁止令、そういうこと、少量のダウンロードが減りそうな気がする、人権なくなる、やばい。4時、待って、4時に来てるお知らせ、これか、んどういうことなの、うん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 、あ本当だ、星種ギフトって書いてあるよね。1日2回達成できるミッション、なるほどね。本当に価値のある配信しか、やばい、価値ありますか、私の配信価値ないですか、ネタにしてるけどデートの何も知られて後日なく、やばい、それはキマゼット、キマゼット侍にも程がある。カウントも星投げも誰にもしない、あそういうこと、誰にもしてない、えじゃあ星永遠に溜まるじゃん、送ってよね。リップの色い、えありがとう、今日のねリップのね色はね、これ、まあ、違うわ、ちょっと違う色塗ってて上からこれ塗っちゃったからちょっと違った。こんばんは、こんばんはね、お話か、あ確かに そっちの可能性もあるのか、うわそれはもう仕方がないことだけど悲しい、勝訴しようね。先ほど対戦、お対戦した方だ、ありがとう。七並べしたの、虹見えてるの、いいね、辛くなる。七並べの秒数は決めてないよね、当たらない、そう、あのあんまり決めてない、なんかやるよってみんなに言うときは決めるけど、うん、フルお届けがなくなる、あフォローありがとう、こんばんこんばん、勝訴しようね、あプライスレス、あありがとう、プライスレスだって、こんばんは、今日も綺麗ですね、ありがとう勝訴しようね、あ初めましてや、初めまして、3期研究生の北沢一郎と言います、ありがとう、ほいのほいのいいひょい、どういうこと危ない、やばい、気まずい、ちょっとノーコメント、ノアミョンね、大丈夫かな、あ広告を見るともらえるみたいな、あそういうシステムか、同じ回答かぶったの、えそうだよ、待ってその可能性ちょっとありそう、うんそれはしょうがないけど、しょうがないよねそれはね、しょうがないよねみたいな、ね見て、え待って見て、みんな見て髪が動くしょうもない、え見てて見ててね、ほらほら、カツラかもしれない、こんばんこんばん、本当は坊主なのかも、星初めに行かなくていいから、あ確かにね、効率的な応援ができる、難しい、石王になれってこと、みんな石王になる、石王は難しいよ、肌様やということ、星集めという概念がなくなる、確かに何周とかなくなるね、あ期限付きなんだ、なるほどね、仕方ない、まあね、こんばんこんばんは、ずら、えびっくりした、見ててほら、あやばい、ドロカツさん増本キラさん、髪が動いてる、えハゲないって、えじゃあハゲないんか、頭皮が柔らかいってこと、えそうなの、やばないこれ、見てこれ特技に書こうかな、髪の毛が動く、地肌が動く、頭皮の環境、え頭皮の環境がいいってこと、これはえやばいやばい、なんか急にちょっと前髪短くなったなって思ったら、そういうことだったの、もし8枚にあちこち行けない、ちょっとバレるよ、もうもうコロナね、こんばんは、健康、えこれができる人は健康ってこと、やばい健康すぎるかも、えやばいやばい素晴らしい、他のメンバーとかに言い訳ができない、やばそうだ、言い訳できないよ、わかってる、あそうなんだ、かつカツラみたいってことずるいやん、やばない見てほら、本当にびっくりしてる自分でも星集めなくなるから
あ、星集めしない分見れるってこと、確かに。こんばんは、こんばんは。眉毛上げたら動く、私も眉毛は動く、眉毛はめっちゃ動くけど眉毛上げても動かない。こんばんはってことで、ごし、あ、しませんよ。え、今日さ、カウンター、そうだ、え、待って待って待って、今日さ、AKB48 さん新曲じゃない、え、待って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 、録画してない、え、待って、何時から、え、待って、まだ出てない、ちょっと待って、え、今日新曲じゃない、え、そうだよね、今日早い、そう、今日早い、こんばんは、こんばんは。油断してた、油断してた。え、待って、今日 AKB48 さんの新曲じゃないか喋り方やばい、じゃないか、え、今日 AKB48 さんの新曲じゃんね、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、録画し、え、録画してきていい、ごめん、マジでちょっと録画してきていい、特有の早口やばい、オタ症状出た、やばい、そうだよね、やっぱ今日だよね、あ、早くで焦った、仕事、あ、お疲れ、パニックだ今、ちょっと待って、え、9時頃に新曲、あ、じゃあまだ大丈夫、6時半からやる、え、でも9時からでしょ、じゃあ分かった、え、9時が新曲、え、ちょっとどうしよう、どうしよう、今日新曲だよね AKB さん、9時、あ、9時以降、じゃあまだ大丈夫だった、よかった、リレの後ろの方、9時ね、 OK、9時ね、9時ね、同じ音として、やばい、みんな優しい、9時でしょ、2時間後でしょ、2時間も配信はやらないかな、2時間でもやりそうだな、ちょっと待って、いや、まあ、いっか、9時に、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、30分前から始まってる、録画しておいで、全録にする、乃木坂さん7時、あ、じゃあちょっと録画しようかな、幕張のリアルで会えることを楽しみにしてる、どういうこと、8時台にも、え、本当、ちょっとやっぱ行ってくるわ、ちょっと待って、一瞬テレビの音流れてきますけど、ミュートにさせて、ちょっとただいま、ちょっとただいまなんだけど、ごめんごめん、ただいま、やばい、ただいまただいま、ちょっと待って、ただいまね、ごめんね、ただいま、みんなごめんなさい、ただいま、壁同じ、ただいま、ただいまただいま、え、ただいまなんだけど、なんか録画のさ機械がついてなくて、まだ録画できてないの、ちなみになんだけど、こんばんは、でもミュートにしてきたから、そういう街です。あ、え、リモコンどこやったっけ、ちょリモコン、ちょっと待って、あ、これか、あ、録画したいんだけどみたいな、これね、え、待って、録画のさ機械がついてくれないんだけど、なんでなの、なんでですか、ついてください、何してるんですか、なんだって、接続してくだ、え、接続してますよみたいな、え、接続して、あー、危なめっちゃ気まずかった今、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいねちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、気まずなの、危ねー、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ、え、番組表、機械がついてくれない、いつもなんかさピカ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 してさ、うとしいとか言っちゃった、あれなの、ピカピカピカしてるのにつかないんだけど、言葉遣いがもはやアイドル、やばい、気まずい、アイドルでございます、面白い、ありがとう、どうした、あ、やばい、カーゴパンツ履いてるのバレてる、やばい、そっか、バレるよねそりゃ、機械と話す、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください、痛い痛い痛い、え、なんでさ今日つかないの、いつもつくじゃん、ね、え、なんでなんで、接続している場合は、え、接続してますよ、しばらく待って、もう一度ハードディスクや接続を確認、え、待って、接続してるよね、え、これ抜いた、待って待って待って、
これってこと？どれってこと？これってこと？え、これかな？これ、これ？え、あ、ついた！え、これってこと？そしたらできるってこと？え、待って待って、違う。あ、できる。あ、できたんじゃないの？あ、できた！できました。ただいまでございます。できました。すみません。うるさいね。ごめんね。やばい。できた。ごめん。できました。でき、反抗期かも。福川ありがとう。こんばんは。こんばんは。できました。ちょっとテレビと話してました。おめでとう、ありがとう、みんなお祝いしてくれて。竹まつるさん、ハイビスカスありがとう。ハイビスカスで合ってるよね。おかえり、ただいま。できました、やば、できました、総合級でもできた、今できましたって書いてあった。クラだった、やばい。おかえり、ただいま、ただいま。ただいま、ただいま、帰ってきたよ。雪、ふう、すいませんでした。どんだけ待たせ、ごめんなさい。みんなが録画していいって言ったからしたんじゃ。独り言で語るくらいならです。こんばんは。4時間もやってるの、すごいね。スペシャル的な。こんばんは。今日月曜日ってことか。じゃあ月曜日だね。こんばんは。深呼吸しとこうかな。録画容量ある。いつも冷静なのにちょっとさ、うるさかった。リアチューがいちごの家にお泊まりに行きたい。バーベキューしたい。え、なんかさ、みんなでパーティーじゃねえや、バーベキューしたい。サンキとバーベキューしたいな。なんか誰かバーベキューできる人いないのかな。リアチューんちでやろうよ。なんならカーゴ、あ、そう、カーゴパンツ履いてました。すいません、やばい、違った一面。月曜だね今日。おめでとう、お盆です。お盆だね今日はね。そう、今日お盆だ。お盆で行きたいところが休みだった。そう、行ってきなって言ったでしょ。チャンネル合ってた。あ、めちゃお腹鳴った今、恥ずかしい。焼肉屋さん行きたい。行きたい、焼肉食べたい。最近なんか焼肉とか食べてないわ。楽しそう。バーベキューしたら一応が何焼く、え、でもさ、お肉焼く係。なんかさ、いつもさ、たこ焼きとかしてもたこ焼き焼く係だし、焼肉しても焼肉焼く係だし、お鍋とかも取り分け係しちゃう。なんか気づいたらしちゃう、そういうの。そういう係が多い。誰んちでやる。え、でもさ、あるよね、広島住みの人のお家がいいよね。ちょっと一人暮らしの人のお家だと良くないからね。バーベキューパイピー、リアチいちごちゃんで、え、もんじゃ食べた。え、もんじゃしたい。バーベキューとか余計なことできるよ。できる、や、よくやってて、なんなら実家で。こんばんは、リアチ。あ、そう、リアチとお出かけしてきたの。やっほー。電車また飛ばす。こんばんは。リオツンさんのお家、リアチューではなく急にリオツンさんのお家。リオツンさんバーベキューとかするんかな。サンキとバーベキューしたいね。ひーちゃん、くるくるさんとお手でつないだりハグしたりして。え、まあいいですけどね、全然別に。まあ、はい。あ、写真映らなかった。かすみん倉敷、倉敷ってどこ。あ、ハイビスカスだ。ルパン八世さん、ハイビスカスありがとう、ありがとう。今日リアチとお出かけしたの。お母さん、そう、食べる係もするけど、なんかそっち係をよくやっちゃうイメージがある。え、リアチそんな私のこと言ってるの。かわいいね、世話好き。なんかそういう係やっちゃう。もんじゃとかやってもずっと焼いてるし、なんかそういう係をやりがちな人です。お話し会でお話しした。え、お話し会ね。みょうみょうメール来てた。あ、よかった。でもさ、元気じゃなくてもさ、でも元気なのかな。ちょっと聞こう。一緒に飲みに行きたい。飲めません。そういう人が貴重。そうだよ、奉行かも。焼肉好き。
岐阜の人、あ、そうなの、岐阜はそんなイメージなの。187cmぐらい頭、え、そう、今日ちょっとなんか角度が悪いね、ごめんね。バーベキューオフ会、研究生ツアーの打ち上げ、え、確かにしたい。 2.5 期さんも一緒にしたいね。くるくるさんとバーベキュー、え、もうそれも全部私が全部焼いて、もう全部全部食べさせちゃうかも。食べさせちゃうって言い方やばいけど、リア充のオタクという最強の人間。そうなの。あ、くるくるさんのお家、ひーちゃんとハグしたらくるくるさんと関節ハグ。いや別にくるくるさんとするので、それはひーちゃんはひーちゃんとする。ひーちゃんしてないのよ今日の夜。リアちゃんデート、あ、そうなの、おデートに行くの。 2.5 期生さんと3期生でバーベキューしたら気まずい。え、気まずくはないと思うけど、なんか、え、でも楽しそう、そう、なんか楽しそう普通に。岡山県第2、あ、そうなんだ、岡山なんだね。岡山リア充行ったらおばさんが絡んでくるおもろくずきにいきなり押しかける。ナオピさん、ミョンさん心配ね。え、リア充かわいい、リア充そんなに言ってくれてるの。こんばんは、お、はじめましてや、 ST48 の北川いちごと申します。倉敷知らない、勉強しましょうね。やばい、リア充からの呼び方、ママ、なママって言われたか、ベイビーって言ってる。清水家も豪邸、清水沙羅さん、そうそうしよね。こんばん、髪茶色、え、そう、地毛が茶色いのでめっちゃ茶色く見えるんだよね。なんか髪黒い人と並ぶともう余計茶色くて、茶色なんですよ。これ地毛です、一回も染めたことありません。こんばんは、食べ役、中国地方の都市の人口の多い方から5つ、あ、やりませんよそういうことはなんか NG です、そう、出るかな、泣いちゃう。兵庫公園行って、お、行ったの、いいね、目があって可愛かった。え、ちょっと変わって、それは。チャーの打ち上げでバーベキューしたい。こんばんは、こんばんは。尾道と並んで有名、え、そうなんだ。でも倉敷コーヒーとかってそういうこと。キマンズー、こんばんは、こんばんは。え、倉敷コーヒーみたいなさ、カフェコーヒー屋さんあるよね、みかん地区。あ、そんな地区があるの。へえ、私尾道に行きたいんだよね。こんばんは、配信早い、そう、今日早いの。でもヒータン見たく黒染めする、やだよ。でもヒータンはさ、髪を茶色くしとったから黒染めしてるわけじゃん。私は別に地毛なんです、だから傷んじゃう普通に。台風来てる、避難してますか。あ、してます。こんばんは、こんばんは。3期デート多め。え、みんなどこ行ったの、気になる、みんなどこ行ったのデート。ん、あ、デニムは知ってる、岡山。そうなんだ。元気です。元気だよ。店開いてなくて、何県とか、あ、店開いてなくて、お寿司食べました。なんかちょっと高かったしかも。ちょっとこう、回ってなかったもん。回らないお寿司に行きました、結局。なんか高かったです。コーヒー飲み、私コーヒー飲めない。気まず、お、ヤッホン。デニム、わかる。ツアー当選。お、あ、当選じゃなかった。公演、当たれば楽しみ。お、当たりますよ。天領、倉敷コーヒー、え、あるよね、倉敷コーヒーみたいな。今日はね、リエチとお出かけしちゃった。尾道、聖地にいるま、あ、そうなの、あ、そうなのじゃない、そうだね、映画撮る、尾道行きたいね。そうなんだ、ルーツなんだ。え、名古屋ね、台風なんだね。同期でなんとかデートかな。そう、回らないお寿司だったの普通に、びっくりしちゃって。もうなんかでも入ってしまったから、回らないお寿司でお寿司食べた。で、なんかそのお寿司、回らないお寿司食べてて、でその帰りになんか普通にあの回る方の回転寿司があって、えってなって、倍食べれたよねって話した。悲しかった、でも美味しかった。しっかり盆踊りということ。初見、お、はじめまして、三期研究生の北沢いちごと申します。アホ毛、え、リアチュー、リアチューなのリア充なの？リア充なんかさ、カッコのさ、483期がさ、つながった483期みたいだけど大丈夫そう？ドラムしてるの？そう、回らないお寿司だった。え、宮島水族館も行ってみたいんだよね。うん。デートごめん。こんばんは、こんばんは。シース、そう。回らないシースを食べました。高かったけど美味しかった。エタニティで1、え、何それ？気になる。デニム履くよ。めっちゃ好き。回らないお寿司だったの入ったら。
山もデニム、あそうなんだ、正春さん。倉敷のコーヒーは梅さん、あ違うの寿司、そうマハラナイのイケルとか違うんですよ、違うんですよ、普通にお寿司屋さんあって行ったらなんか高級店だったサンマルクカフェ系、あそうなんだ、えあるよね倉敷コーヒー、行ったことあるかも。みーぽん友達とデートしたの、あそうなんだ、みーぽんかわいい、お友達とデートだって。リアチュコメントね、ランチなら、えランチじゃなかった、普通に回らないただのお寿司だった、星なんだよ、間違えましたって言ってたよ、そう回らないお寿司でもちょっと目が回りましたね。で回らないお寿司は美味しかったマジで、どれぐらいなんか美味しかった時をかける少女、え知ってるよね、リアチュー、リアチューいるの生意気、えなんでそんなこと言われなきゃいけないの、なんでダメなの、え回らないお寿司食べたら生意気って言われるの、なんで、自分のお金だよ、何がいけないの、なんでそんなこと言われなきゃいけないんですかね怒ってる、え尾道ラーメン食べない、え閉店してるの、なんだ、美味しいものを食べる体験もそうだよ、でも自分のお金で別に払ってるし何を食べたっていいんですよ、何がいけないんですかワンカットで駆け上がる、風を待つ、風を待とう、気まず、そう回らなかった、でも美味しかったよ、気まずってコメント、お任せでとか、うん違うよ、ママやばい、リアチューママだよ、リアチューなんか本当に STU483 期研究生にしか見えないけど、リアチューやっほー、リアチュー元気、ベイビー私のベイビー、リアチューにさ見せてあげるね、私の頭皮が動くところ見て、リアチュー今度見せてあげるね本物リアチュー本物、483キロで尾道ラーメン食べたいね、ショースしようね、ママン、うん台風直撃やばいね、気をつけてみんな、こんばんは、こんばんは、うん回らないお寿司怒ってはない、普通に食べた、えヘタレ行きたいね、ヘタレ行きたいって何、ロケ地、そうどういうこと、どういうことくる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 回転、いや回らないかったです、気まずくるくるしないとこに来ました、こんばんは、福山で花火大会、えそうなんだ、わーって言われてる、そうママなのベイビー、私のベイビーのリア中、マディアトトさん483期だもんね、リア中いいの、リア中はそこがいいんだよ、回らないところで何皿、でも 4か5皿ぐらいしか食べてない、元からあんまり私は胃がちっちゃくて食べれない、ね、お腹空いてきたな、なんか食べよう、回らない方が美味しい、リア中はいちごちゃん大好き、ま本当リア中嬉しいな、クレア尾道え行きたいの、お寿司食べたいってなっても回らない寿司屋しかなかったら器いか、え暑かったのよ、暑すぎるし、なんかもういいやみたいな感じで、そう何皿、5皿ぐらい、45大将に回っても、大将が回るの、カオタルさん、えそうなの、お金持ちやな、ママイチゴ値段が時価、いやなお皿によって変わってたけど、そう自分へのご褒美大切、あありがとう、こんばんは、突っ張ってる、どういうこと、違うよ、えてかさ見てこれ、駄菓子屋さんでね買ったの、もんじゃ焼きがあったから買っちゃったの、これどうやって作るの、お湯を注いで混ぜるだけ、なるほど、はじめまして、お、はじめまして、やっほー、ね違う、入ったら回ってなかったのよ、えどの寿司ネタで始まった、えでもお腹空いてて何頼んだんだろう最初、でも最初納豆巻き頼んだ気がする、納豆巻き頼んでイカとサーモン食べて、あとなんか食べた、あなんか軍艦のなんだっけ、あのなんだっけあれユッケみたいなやつ、リアチュー、リアチュー回らないお寿司食べたい、ズラ、そうズラ感見てほらこんばんは、お、はじめましてや、初見さんや、やっほー、あ、レインボースター竹まつるさん、ありがとう、いちごは正義、やばい、強いな、思想強いな、子供に変なこと教えない、教えないよ、尾道ラーメンが、え、そうなんだ、ママ、そう、ママなの、リアチューの尾道ラーメン読めるよ、リアチューにそれ見せて、え、うん、すごいでしょっていう
チェゴチュ。髪の毛伸びるの、え、そう、伸び、めっちゃ伸びたの、伸ばすの、なんかね、うーん、でも今日はなんかちょっともう取れてるから、なんかただのボサボサ女って感じだと思うんだけど、なんだっけ、波打ちみたいなのやったのよ。髪がボサボサすぎてもうこれはストレートにできないと思って、伸ばす、うーん、でもこんぐらいの長さがいい、なんかボブみたいな、もう最初のこの辺は嫌だなって思って、この辺が今ちょうどいいって感じ。やばい、めっちゃイチゴしてるね、ありがとう。何のネタが趣味、わからない。寿司、一番美味しかったお寿司、今日食べたのはイカが美味しかった。でも私は回転寿司のサラダ軍艦が好きなの。ね、ちょっとさ、お腹すいたからアンパンマングルミ食べるね。尾道ラーメン、そこら辺に、そうなの、教育上よろしくない配信、なんでかな、どういうことって言ってる、言ってる。こんばんは、あ、こんばんは、あれ、あのさ、いや、わかる、テスト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 勉強してるって前言ってたよね、あれ合ってるかな。台風通る地域の人は気をつけてね、気をつけてほしい。見たらいのロケ地、あ、そうなの、そうなんです。 かき氷、いちごシロップ、台風大丈夫、確かに、岡島さんが転んだところで私も転んで一緒っていうやつをやろうかな。食べます。コンビニ入ったらいいやばい、日傘使うよ。なんか日焼け止め塗るのがめんどくさくて日傘を使って生きてる。45巻めっちゃ食べるやん。何個食べた、いちご狩り、分かんない、いちご狩り最近行ってないよ。そう、確かにちょっとくるくるっぽい、でもさ、マークがくるくるさんだよね、美味しそう。もんじゃ、じゃあぐるぐるなんよ食レポ、そう、ぐるぐるあ、昔からあるんだ、そうなんだ。うざい、駄菓子ぐらい買うわ駄菓子、駄菓子買ってた、ちょっと駄菓子なんか誰でも買うよね、ちょっとめんどくさいかな。寿司ビール、あ、そうなんだ、昨日余った、やだよ、寿司漫画があるの。15歳、うん、ひょうちゃん18歳、海鮮丼の、食べたい、そう、ぐるぐるだった、ウニ、ネギトロ、前髪を切ったら、やだ、確かに長いんだけど、これぐらいが好きなの。ウニ、マグロ、ユッケ、納豆巻きスタート、そのちょ、マジで邪道通ってきた。納豆巻き食べて、イカ食べて、サーモン食べた、で、あとユッケみたいな。チューポン連れてってあげてね、お金あるときに。こんばんは、こんばんは。軍艦巻きね、美味しいよね、きます。レアチュにお寿司ごちそう、レアチュが回らないお寿司おごってって言ったら、その時のお財布次第だね。前から気になってた、フォローし、お、ありがとう、フォローしてくれるの、ありがとう。美味しい食べ方ある、好きな寿司食べたり、そう、そうなの。伸びたら愛媛らについてる、しませんよ、しません。アンパンマン食べます、これ。あ、上山さん、かわいい7個、ありがとう、な、かわいい7、あ、やばい、6個、どういうこと、13個、ありがとうかわいいかける13、ありがとう、ありがとう侍。やばい、ちょっとお財布に余裕があるときに、そう、今日はそう、もう取れたけど、なんか波打ちみたいな髪型してたんです。実はお機嫌うるわしゅう、うるわしゅういいよ。そう、あそぱそまそ食べますね、アンパンマン。ちょっと有料コンテンツなんで外で食べますけど、こんばんは、こんばんは。うん、台風に向かって出勤いちごシロップ、わかんない、わからん。素敵な聖地、やばい、待って、こうするとマジで前髪短くなるやばい、行ってよ、行って転ぼう。うん、行きたい、私も心の丘、かわいい。竹本潤さん、かわいい、ありがとう。明日からローソンで桜坂のやつ始まる、だね、そうだよ、日向坂さんとマーヤさん、あ、はいやばい、全部生意気も、生きてるだけで生意気寿司おごって、俺もじゃないの、誰もおごってないの、気まず。レッドブル、アホゲ、500円で海鮮丼、やばい、海鮮丼食べたい、お腹すいちゃったやん。うん、もっくん
ハート3つのやつありがとう。主人公から食う、そうだよ。へえ、バンドの、あれか、あのドラムか。今日はイチゴがおごった、普通に払ったよお互いに。うん、お寿司屋さん行ったの、いいね。グミすら違うの、グミは食べれるとこは無理ってこと。これは食パンマン食べる。星のモノマネ、星ないよな。ママチューのママ出しから、え、すごい、食べたい。ジゴちゃんのことが気になって気になってやばい。え、あのやっぱりサインを当てたということは、それはもうちょっとそういうことなんですよ。いちご坂おかしいよな。ペダルね、ちょっと待って、ペダルこういいで操作しようね。うん、どうしても君が好きだ。うん、食べたい海鮮の、こんばんは。今週違うよ、そのちょっと生意気な感じがいい。え、生意気な感じ出してます、めっちゃ。そんなことないんですけど、謙虚に生きてますよ。通知来ないの、なんだろう、バグかな。通知オフにした、泣いちゃうよ。こんばんは、お、はじめまして、やっほん。昨日のお菓子は食べきった、美味しかったです。なんかしょっぱい系食べたい。そうでもない、うん、謙虚に生きてますよ。プリキュアラモード、こんばんは。うん、もういつも出張してますね。お月、お月か、なんかショッピングモールとか行ったらいいかもしれないですね。来ます、こんばんは、こんばんは。煽ってくれ、いやそれはそのそういうコメントをしてきてるっていうことなんですよ。コメントをしているという自覚を持ってください。アホゲ、こんばんは、こんばんは。なんとか棒、え、そうです、桜棒だよ。え、桜棒ってさ、桜がひらがなでさ、棒がさ、棒がさ、これ私好きだからめっちゃ買ってきたんよ。棒が棒、棒うじゃなくて棒の伸ばす棒なんだよ、知ってた、棒なの。可愛くね、さすがに。みたいな、こんばんは、こんばんは。甘い Q さん、今日のお出かけはリサ子、残念ながら違うということで今日はリエッチでした。でもリサ子にも会ったよ、リエッチ食べたいって。え、あげようかな、お疲れ。可愛いと思ったらイチゴだった、ありがとう。イチゴが謙虚、どういうこと、謙虚やろ、どう考えても。謙虚に生きてるんですよ私だって。なんでそんなこと言うんですか。ピエン。今夜何食べ、え、どうしようって思っててさ、私駄菓子屋さん行ったんだよね。見て、よっちゃんイカ、よっちゃんイカ山梨なの知ってた、みんな。山梨に工事あるの。リエチ、リエチでもリエチイカとか食べてたかも。なんとか越しのいちごちゃんが可愛いが滑ると気まずい。え、もう星が多すぎるの、星なの。何越しだろう、うーん、あ、ぎっくり腰しか浮かばん。いちご坂 YouTube どういうこと。大月といえばサイン、あ、そうだよね、そうだからよくね公演とかしてるよ。バイキンマン食べるね、久しぶりに見た、ヤッホー、こんばんは。桜棒、そう、棒じゃ、うじゃなくて伸ばす棒なの。あはられたら煽り返す、あ、もうそんなことされたらもう無視しちゃうか。桜棒何袋、え、いっぱい買ってきた、買ってもらった。桜棒さん絶対ハーフ、ハーフ、はじめまして、お、はじめまして。 ST48 3期研究生の北沢一子と言います、ありがとう。マイキューさん2世、全然違うよね。こんばんは、こんばんは。ヨーグル、え、ヨーグル冷蔵庫にあるよ。オキさんを謙虚にしたのがイチゴ、え、オキさんちょっと見て、バイキンマン食べる。JK とお出かけ、確かに、確かにね、ちょっとしようね、でかいの買ってこない。え、違うの、これが美味しいの。そう、よっちゃんイカ山梨の工場あるんだよ、ほら、これ、ここ、うん、山梨だよ。あれ、うん、こんばんは、こんばんは。飯を食え、そう、飯を食べ、飯ってじゃあご飯食べなきゃいけないの。半期生で一番おしゃれ、え、そんなことないよ。なんかみんな服の系統が違うイメージがあるな。うん、私はリエチの服がめっちゃ、今日リエチとね古着屋さん巡りしても楽しかった。海なし県で、そう、そうなのよ、かわいいね、ありがとう。
晩ご飯食べてないの、かわいい、ありがとう。シャトレーゼ山梨、そうだよ、知らなかったの。シャトレーゼは山梨のものだから、みんなよろしく。シャトレーゼ工場行きたいね、工場見学したい。商店の推しメンは、むずい。商店の推しメンでも山田くんかも。山田くんって言っちゃった。山田くん座布団持ってきてって感じ。実家から広島に持ってきたものあるよ、待って。懐かしの DS。 メール取った、お、ありがとう。今日メール2通しか送れてないね。 DS 見て、懐かしすぎない、これやばいって思って、もう買っちゃったじゃない、持って帰ってきた。あ、ビール飲んでるの、ミミが。ヨーグル冷蔵庫、違う、入ってるの。大金も、そう、謙虚なお人柄、あ、ありがとう。埼玉の実家から拝見、あ、埼玉にいるの、やっほー。酒のつまみ、かば焼きさん、え、なんかさ、紹介するね。これを買いました、美味しそうだった。かば焼きさんめっちゃ美味しいよね、私も好き。おきさんを水で薄めたら、水で薄めてなんかいろいろ足したらなるよ。みんな違って、みんないそうだよ。あ、甲子園ね、台風だもんね。いい服ね、なんか見つかえられなかったけどめっちゃ楽しかった。あとこれ、これ買ったの、シール。あ、ね、シールついてんだ、これ開けていい。おきさんを早口オタクにした感じ。どこの古着屋さん、なんかいろ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 。うるせえ奴らに癖の強いキャラ、なんていうの、さくらんぼ、あ、さくらんぼ。リーチ学校のレポートが積み、やばい、明日出かけてる場合じゃない。え、待って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 、これシール、待って、行くよ。あ、キティちゃん、ハローキティ、誕生日11月1月、趣味クッキーを作ったりピアノを弾くこと、好きな食べ物ママが作ったアップルパイ。ちょっとキティちゃんだった、イエーイ。これさ、ハンギョドンいたからハンギョドン狙ってたんだけど、めっちゃイチゴの匂いする。これイチゴ味だ絶対。とりあえず広島のではないの、違うよ。夕飯牛丼、え、牛丼食べたい、お腹空くから。そう、海がないのによっちゃんが作ってる。日曜日何したかってこと。日曜日って昨日か、昨日はレッスンしました。すれ違い通信、え、今もあるんかな、ワインレッド、そう、赤なの私は。いいね、そう。でも充電ないわ、ガラケー、違うよこれ DS、 充電ないから赤く光っちゃった。 DSマリオブラザーズ、そう、 3DS 持って帰ってきた。めっちゃいろいろ持ってき帰ってきてる。あれ DS、 あ、あ、そうか、いいんだいいんだ。そう、にわか、飲みません。豚さんのお耳、あ、お、食べてるってこと。混ぜ混ぜミックスガム、何それ。私が混ぜる系で買ったのはぐるぐるもんじゃだけだよ。 3DS 合成しといて、今日月曜日ね。駄菓子の趣味合う、本当、酒飲める、これで、これでラブベリー。でも私ラブベリーやってないの、あー気まずい。岡山生まれ、うん、かもね。ハンギョドン、そう、さくらんぼもう一回。こんばんは、お疲れ様、お、お疲れ、カズさんお疲れ、ありがとう。猫なのにピアノ、マイキーさんもやる、え、そうなんだ、私ラブベリーはやってなかったな、あれはやってた、アイカツはめっちゃやってた。え、これ何、ごめん、これ何のキャラね、誰か、これ有識者いる、これ何のキャラ、アンパンマンの SL、 SL って書いてある、これ何何何高いからママに買ってもらえない、え、パオン、パオン、やばい、ピエンパオンってこと。ハグルマスマイル、ケロッピ出たらいいよ、今日いつもより早いの。すれ違い広島駅でカルビーが広島の中で、えー、そうなの、知らなかった。猫ピアノ動画、山梨県が有名、うん、いちごは静岡とかの方が有名かも。あとこれ持って帰ってきてよ、ちゃんと。欅坂さん、岐阜県がないの、かわいいと。おつまみ、え、好き、イカとかのあのお菓子、お菓子、あのおつまみみたいなのめっちゃ好きだよ。マッツさん真珠ありがとう、真珠。アロハもありがとう、アロハさ、アロハありがとう、今日からかな、アロハ。骨骨のフィッティングス、骨骨ワルツ、ちょっと骨骨広島全員の骨骨かもしれないからよろしく、そこんとこ。ミコ踏んじゃった、キティちゃん。マッツさん
ハイビスカス、ありがとう。はじめまして、ありがとう。はじめまして。機関車トーマスはトーマスランドがあるよ、富士急に。 SL マン、 SL マンっていう名前なの？そんなおる？トーマスじゃないよ。え、アンパンマンにトーマス出ないよね。トーマスっぽいけどさ、パンもそう。マッツさん、これなんだ、これ何、カクテルみたいな、なんかすごい色、飲み物みたいなやつ、ありがとう。パン懐かしい。 SL マン、 SL マンって言うんだこれ。アイカツお兄さん、アイカツのカードめっちゃね持ってた。 SL マンって言うんだ、へえ。 SL マン食べよう。静岡県と山梨でイチゴが有名、あ、人物がってこと。将来酒飲みになる。私の親全然飲まない人だからどうなんだろう。 SL マン食べます。骨骨ワルツ、エローソン行くか迷うよね。こんばんは、こんばんは。骨骨ワルツ歌って嫌ですよ。トーマスっぽい、日本酒飲みそう。本当、こんばんは。え、そう、さっきニュースで見たの、 USJ がなんか休園って。こんばんは、こんばんは。トロピカルオーシャンギフト、あ、そうなんだ。パンじゃないね、確かに。ポッポちゃんもいるの、そうなんだ。あ、おいっ子、みっこか、覚えてる。セールマンって言うんだ。前髪ある、え、やばい、確認する前食べちゃった。こんばんは。果物、山梨は人物、あね、7時からなんだ、朝の。行きたいね。うん、どうしても君が好きなポンタカード、そう、ポンタカードだね、ローソンさん。うん、高校野球中止だよね、確かに。じゃあメロンパンナちゃんを行きますね、次は。何しようか迷ってる。いとこ、いとこおったの？そうなの？いとこおったの？おったの？いたの？メロンパン、これメロンパン、これメロンパンナちゃん食べちゃおう。食べます。うん、アイカツの、アイカツの星宮いちごってこと？軽蔑してた愛情好き、軽蔑してた愛情めっちゃ好きよ。軽蔑してた愛情とかなんだっけ。うわ、曲名が思い出せない。あ、だらしない愛し方とか好き。後でググる、ググる。長時間ね、うどんね。確かに食べてる姿はちょっとプリキュア世代、うん、見てた。あのキュアサンシャインみたいなのが好きだった。メロメロパンチ打ちませんよ。うん、山梨マーメン気をつけてください。伊藤さんマクセル好きかも。おーさん行くなら早めに行っとけ。でも明日からよね、目撃者公演9時台。そう、9時台。え、そうなの、 SL マン。じゃあ移動手段ってこと？ ん？最後の制服、え、あ、うん、し、あ、制服か、わかんない。ただいま恋愛中公演ね。ロケバス、あ、 SL マンロケバスなんだ。表面張力大好き。見て、ジャムおじさん、ジャムおじ、ジャムおじ、リサコ、リサコ、リサコ、今までありがとう。食べるね。表面張力大好き。キリキリさよならが言えないよ。クリアファイル明日、あ、そうなんだ。ウェーハースは来週。研究生コーンやるとしたら、うん、僕体もいいよね。僕体って肉声さんやってたっけ。ごめん、国体、うん、うわ、桜の花びらたち、あ、そうなんだ、聞こぐらいを食べちゃダメ、ほんま食べちゃダメ。これあの知ってる、マリオのさ、映画のさ、マリオの映画のキノピオ食べちゃダメ。これをずっとリサコとやってんの最近。キノピオの声やってる。カラオケ行きたい、行きたい。体内取り込んできます。文字バイバイ、こんばんは。何代で天丼マンとかあるよね、やってた。僕対してたよね、やっぱ。ラララ
国体いいね。でもやっぱ恋の予感公演ですかね。この予感公演ですかね。うんうん。早く逃げて。やってた日暮らし。木体公演ね。木体以外でできるわ。お願い。やばい。木体アンチ。手つない、いいね。手をつなぎながら。こんばんは。ショールーム。そう。息の木体。あ、木体はどのユニット。何がいいと思う逆に。何が似合いそう。こんばんは。唐突なモノマネ。どの公演が好きなのってことかな。きまず。キノピオもレパートリー。あ、キノピオそう。ずっとね、リサ子とやってる。マリオさん、マリオさん、そのキノコ食べちゃダメ。失礼、食べれるキノコでしたみたいなやつ。僕とやってたよね。最終ベル公演。きまず。3期で僕たちの恋の予感やろうかな。やっぱ恋の予感公演っすかね、やっぱ。雫公園ね。ね、こんばんは、こんばんは。別な。ジュリエット、ジュリエットっぽいってこと？日暮らし、やばい日暮らしやろ、黒い方、日暮らし、やばい日暮らしって言われてる、めっちゃ、はーい。山口にいるの？いいね。あ、関西の方か。僕、恋より僕隊の方が多く入ってた。僕たちの恋の予感公演。やっぱ、ちょっと、お体のさ、みたいな。こんばんは、こんばんは。やすこ？はい。はい。芸人目指してる、違う、モノマネ、モノマネやってって無茶ぶりされたら、はいと、キノピオ、キノピオです。これ、これ。あと、科捜研の女。見逃した君たちへ。やばい、痛い、何？何もなかった。山梨行ってみてほしい。山梨行って、行ったら、富士山行って、感想教えて。僕対17回、めっちゃ見てるやん。押し投げたありがとう。山梨行ってみてほしいな。制服の面。あ、ちょっと待って、あ、大丈夫か。ゴゴリバ、ゴゴリバね、いいね。なんかでもさ、なんか課外活動、あのユニットとかは結構自由にさ、いろんな曲をやってるイメージがあるからいいよね。ひまわり、徳島と神戸全国ツアーとりあえずせよ。お、すごい、やった。徳島来てくれてたってことね、ありがとう。エイトメン以外ではできない。確かに、雫公園はね、なんか、そのイメージあるよね。静岡県民には富士山は静岡。確かに、言うよね。でも、どっちでもいいじゃん。パジャマドライブがいい。パジャマでドライブ。パジャドラね、好きだよ。めっちゃ好き。2期生の僕たち見に、あ、そうなんだ。静岡なのか、山梨なのか。富士山は誰のもの。富士山は誰のもの公園やろ。かなうと二人で。ね、星投げ配信になるらしいね。ゴゴリバ。富士山は見るものって言ってた。私も別に登るものではない。ゴゴリバのブルーシート、やばい。イニシエすぎるかも。あ、真珠、深夜さん、真珠、ありがとう。僕隊はやってたから無理だわ。個人的にラムネの、違うの、先輩がやってたからこそみたいなとこない？そんなことない？恋の予感公演も僕隊も見たの。初日、すご、いいな。富士山仕事で朝まで、大丈夫その仕事、ブラック企業とかじゃない？何その公演。マイカーチャートリとかどこに入りたい？でもそれ結構ね聞かれるんだけど、でもスタジオさんはちょっとデベチですよね。なので無理ですよねって感じなんですけど、でも四国もちょっと最近は好きですね。マイカーさんも好き。でもチャートリさんは可愛すぎちゃうから、なんか可愛い系はちょっと いけないですよねって顔なので、そう、永遠のテーマ。マイカーさんか四国。あーでも、難しいよね。あれは多分運営の人が決めるから。小宮さんのモノマネ、こんばんは。滑舌悪いよね確か。山梨から見た方が綺麗。え、本当？私静岡の方が綺麗。早口心地いい、本当。関東もいろいろある。竹内先輩やばい。竹内先輩とか懐かしいね。普通にさ、人の名前を曲名に入れるのが天才だよね。小池とかさ、小池やばいね。小池とか言ってるんだよ。やばくない普通に。初日入った。お、すごいじゃん。こんばんは。初日勢が2人もいる。登ったらダメ。14人姉妹の歌を聞きたいから最終ベル公演。僕隊好きやから3期でやってね。僕隊ね。僕隊公演。後半もしかしたら打ち上げ
歳でデビュー。四国いちごがスタジオは心配になっちゃう。そう、私も心配になっちゃう。普通に毎日病んじゃいそう。こんばんは、こんばんは。研究生ツアーで3期どのユニット入るか聞いてる。そうなの、四国あってそう。ほんと四国っぽい。でも何っぽいと思う。マイカーさんとかも好きなんですけど。痛い、体が。イヤホンのバッテリーやばい、爆音で流すと気まずい。鏡見な、ビジョン映るから。違うんですよ、みゆぽんマイカーに入りたい。ああね、でも運動だもんね。乃木坂、乃木坂来る。あ、え、まあ録画してるから大丈夫。なぜか行きやすくなってる。本当？来るしかないんじゃない？いっぱい。四国がいいと思う。本当？富士山は静岡から見ると他の山が被る。ああなるほどね。リアちゃんシャトリに入りたい。かわいい。四国はマイキーユニオンと被るか。気まずい、気まずい、気まずっと。カウントダウン TV ライブな、お、乃木坂さんか。今くじ引きかな、マイカーさんっぽい。え、でもどうしよう、くじ引きでスタジオさんとかになったらもう本当に、うん、なんかもうクビになるって。やって千秋楽。あ、そうなの。四国に入って四国ツアーチーム K。 違う、そのそういうんじゃないんすよ。四国っぽい。やっぱ気まずいね。やっぱ気まずい問題発生しちゃうね、みんなが。盆休み実家鹿児島。あ、鹿児島なの。 SKT さくらたんがいる。鹿児島だよね。小池徹、山田奈々さん。なんか私は千葉エリーさんのイメージがある最近ね。瀬戸麻衣くん懐かしい。瀬戸麻衣くん一人でやろうかな。スタジオ入ったパパ喜ぶ。それはパパなのよ、もう。一人様天国。マイカ人気、マイカ人気発生してる。四国なら葵さんいるから。あ、確かに四国。山梨実質四国はやばい。四国かな。マイカ入ったらキャプテンと目つくよ。つくよ。沖さんは可愛いじゃん。私はなんか誰で誰やねんお前って思われるんで。ねえ、ガラス瓶、ガラス瓶さ、徳島でさやったんだけどめっちゃ好きだった。ガラス瓶に可愛いもいけると思う。え、優しいね。可愛いはいけないと思うけどね、私は。 CM 中、こんばんは、こんばんは。だって声は仮病中とかさ、 I'm sorry ちゃっちゃっちゃらちゃ顔が見えちゃう、できると思う。乃木坂さんくじ引きかな。なぜか濃い。スタジオに入ってスタジオ初の MC 要員。いやね、スタジオさんに入ったらでもなんだっけな、奇跡は間に合わない、やってたよね。なんか見学させていただいた時に、はい、入りたてぐらい、マジで入りたてぐらいの時にスタジオさん、あのね、佐古さんの生誕かな、とあとあれは、あれは花垂公園かな、千穂さんの生誕見させていただいたんですよ。適当に振り分けられた。あ、9時でしょ。熱中症大丈夫。四国、あ、伏線ってこと。瀬戸セブン、え、やばい、なんすか、瀬戸マイクとかね。マイカで奥さんと共演してほしい。したいですね、ぜひ。生きる教科書、お見送りで。私のやらかし、やばい。リコチさんがくじ引きだったらしいね。でも4人だったからくじ引きだったっていうのもあるんじゃない。宮城県、魚天国じゃないよ。 STU のライバル。そうかな。こんばんは、こんばんは。ガラスできるやろ。いつもと髪型違う。本当、息をする心好き。私も好きです、息をする心。スタジオ MC ない、ないよね、思ったの。めっちゃないやん。でもそういうとこあるよねとか、 SKE さんのね、あ、めっちゃ好きだから嬉しかった。でもその日のさこさんの生誕は、あの 2.5 期さんのオープニングアクトもあって、あのね、金木星やっててちょっと好きだった。感動が蘇った。生徒が飛行機雲で、飛行機雲裸足で様。佐古さんの生誕、そう、佐古さんの生誕行ったのよ。3期全員で、全員かな、多分全員で行った。で記念撮影、セットバックじゃない、客席バックの時みんなこうやってちょっと隠れてた。なんかまだ発表されてなかったんよ、合格しましたよみたいな、隠れたの。
2、3曲やってくる。お、頑張れ。こんばんは。レベル上がった。こんばんは。ゴッティ、こんばんは。こんばんは。勝手に山梨観光大使しようかな。しちゃおうかな。山梨観光大使やばいね。おもろい。なんかその日自分も行った。あ、そうなの。じゃあいたのかもしれない。そう、さこさんの生誕の時はみんないて、さっきそうめっちゃ隠れてチャートリでも立派にできる。優しいね、みんな。スタジオコール最高かよ。最高かよのコール、コール大好き私。こんばんは。こんばんは。記念写真に写ってない。なんかまだ発表されてないからみんな一応隠れてみたいなマネージャーさんに言われたから、みんなくって隠れてた。だから写ってないと思う。僕が見たかったカバー歌ったらどうしようかな。観光大使ソロ公演やばい。ソロ公演しちゃう。もれもれさん、バラありがとう。こんばんは。こんばんは。東日本観光大使。広いな、広いな。海なし、海なしユニットとかもね、リエチとユイナとちょっとやってみたくいいかも。あ、もれもれさん、バラありがとう。バラがいっぱい、ありがとう。いちご、こんばんは。こんばんは、いちごでございます。ありがとう、バラいっぱい、ありがとう。課外活動基本入ってる。あ、そうなんだ。こんばんは。こんばんは。バラが、バラがいっぱいで花束みたい。ありがとう。阪神様終わった。こんばんは。そう、後ろにいた。あ、そう、さこさんの生誕行った。あと千穂さんの生誕。勝手にいちご大使やばい。そう、愛媛の写真写ってた。え、あ、客席にってこと。お一人様天国来た。ちょっと後で見よう。海の足系。そう、全日本やばい。日本の観光大使。こんばんは。こんばんは。伸びしろしかない。ありがとう、優しいね。ありがとう侍。伸びしろしかないわだねこれを機会にメンバースタッフ。あ、確かに。でもユニット結構長くないですか。どんぐらいだろう。長いイメージがあるかも。伸びしろしかないわだね。記念写真もらえない。もらえないよな。ください、欲しいね。新時代を感じる。あ、なぎちゃん、なぎちゃんさんもポニテが可愛い。かぶった。伸びしろしかないわが、海がないのは山梨と埼玉と岐阜かな武蔵国。衣装キラキラしてる。そうなんだ。伸びしろオンリー。え、悪口、あ、ん、丸ぐってではないと。めっちゃさっきの駄菓子の袋。あ、え、なんかさ、よっちゃいか食べる。なんかちょっとお腹すいた。え、開かないこれ。長崎観光大使それウェイヨー、やばい。ウェイヨー記念写真ね、欲しいね。ユニットで組閣、確かに楽しそう。楽しそうっていうか面白そうだね。結構ね、あってもいいかも。買い物行ってらっしゃい。そうなんだ。2018年か。結構長いね、そう思うと。確かにユニットとかね、なんか新しいユニットとかがあっても面白そうだけどシャッフルね。確かにみんなカラーがあるからね。真っ赤でキラキラしてる。あ、そうなんだ。開かないんだけどこれ。長野忘れた、忘れたろ。どういうこと。長野出身の人、どういうこと。カズさんありがとう。ありがとう、こちらこそ。勝手にくるくるさん大使やばい。ガチで言うと四国入って弟子入り、やばい。弟子入りしようかな。めっちゃお酢の匂い。こんばんは。こんばんは。うまっ。どのユニットに入りたい。むずいよね。まあ与えられたことをやります。与えられたことをやっちゃいますよっていう感じでいこうと思います。新しいユニット研究生の。でもさ、チャートリさんとかもなんかあれだったよね。なんかあれだったよね言いたいことわかる。こんばんは。イカが好き。好きかも。3期で四国メンバー確かにいないね。なんか全ユニットをさ、なんか職業体験みたいな感じでさ
回ったりとかしたいね。どっちゃんいかに行ったら飲み物欲しくなる。え、ほんとないんだけど。海なし県どこか忘れてる。気まずい。え、違うよ、 STU でってこと。ひーちゃんなみょんといちごで、ウェイヨー、かつ課外活動グループ、私も参戦。いや、そう、リトルチャートリー、そう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 、四国愛媛公園で引かれました。え、ありがとう、私ってこと。お風呂でやってる四国観光ガイド。なんかめっちゃ暑いんだけど、この日は。なんで。こんばんは、こんばんは。私今日何時からやってたっけ。50分か、 OK。 もう1時間はやってるってことだよね。 OK。 ちょっとなんかさ、姿勢が悪いんか分かんないけど、この体勢がしんどくなってきちゃった。めっちゃ同い年。え、同い年なの。やっほー、今年19歳か、大学生かな。ウェイヨー会、帰宅部、暖房にして、してないと思う。分かんない。あの髪型、愛媛の髪型、現メンバーで海なしはってこと。そうそうそう、やったこと。そう、うん、6時50分だよね。ありがとう。ライブ仕様だからアンダーも全員いたのか。あー、乃木坂さんの話か。この後配信ちょっと見ちゃうかもしれない。ウェイヨー課外活動は、あのウェイヨーって言い続けるっていう活動する。昔は同い年、やばい。私も何年か後は同い年だよ。ちょっとイカ食べてくる。うん、乃木坂さん見終わったから。うん、福岡県っていちごなんだっけ、なんだっけ。10時ぐらいまで、いや、 AKB さん9時からよね。うーん、 AKB さんも感想も言いたい。でも明日でもいいよね、別にそれは。まあじゃない、チェンじゃない方。あ、ポニテ花火やってるの。ん、8時半から。いや、8時半に終わろうかな。昔は同い年。そう、そしてよね、あまおう、あまおうだ、あまおう、そうそう、ウェイヨー教、あまおう、熟慮ゆかめたらそれな。栄養です、やばい。あまおうか、チャートリのいちごさん、本当？チャートリの、チャートリか、チャートリか、いけます？無理、無理じゃないですか、普通に考えて。栄養って何。え、なんかひーちゃんが言ってるやつ。こんばんは、こんばんは。ひーちゃんが一番 JK っぽいもん、テンション的に。ちょっと足の、足がさ、やばいやばい。チャートリーいけそう。ほんとか。うん、しまなみ、しまなみ街道大丈夫やで。ほんと無理じゃない。こんばんは。お、はじめまして、北沢です。珍しさでファン取り込む、珍しいでしょって言って。ラビューもあるね。デイよ、違うのよ。早く同い年になって。こんばんは、こんばんは、ヤッホン、こんばんは、こんばんは。ひーちゃんが一番 JK だと思う。チャートリーね、ゆうかちゃんっぽいね、確かに。こんばんは、はじめまして、ヤッホン。それはなんかストーカーみたいじゃない。大丈夫、チャートさん、ひーちゃんに聞いてきてね、宿題。あ、ひーちゃんいないんですよ、生で見た子って。え、本当嬉しい。え、上村ひのさんがショールーム始めたんだけど、待って、推しメンなんだけど、どうしよう、見たい。いや待って、 AKB さん9時だよね。わ、7時50分からやってるね。うーん、オッケー、まあオッケーオッケー。チャートリーのいちごも案外似合う。本当か、本当ですか。でも旅してカメラとかは好き。こんばんは、こんばんは。メイヨーラッパー、ヤギとダイゴにヨタちゃん。え、見てない。あ、フォローありがとう。ストーカーじゃないっすよ、普通にニットでストーカーしてる。
初見です。お、ありがとうございます。 ST48 さん期研究生の北沢一郎と申します。佐賀県は佐賀ほのか、熊本は日野しずく。え、ご飯、ご飯じゃ、お米、いちご、ん、ニファドしたらええ。確かにそれはそう。レン JK よりひーちゃん、そう、ひーちゃんマジ JK だと思う。あ、めっちゃ涼しくなってきた。四国でも面白い。こんばんは、こんばんは。確かにね、ユニットね、気になるね。8時台も、え、そうなの。でもこっからテレビ見えるよな、普通に。ちょっと、え、リモートコントローラーウェアって感じで。あ、あり、あ、なかった。ん、ちょっと待って、8時台やばい、それは聞いてない。え、待って、リモートコントローラーがウェアなんだけど。え、待って待って、ちょっと待って、リモートコントローラー、え、これ、あ、あったわ。ちょっとそれは音を出さないで見ようかなみたいな。AKB さんも新曲披露する、するって。そうなの、見たいね。お休み、おたかとお休み中、あまりにも忙しい、忙しいので最高下旬。あ、そうなの。チャートリー推しかぶりないからよき。あ、みんなのその推し事情も。あ、写真集か、そうかそうか。ポニテ、ポニテがいいの。しまなみ海道行ったことない。え、私も行ってみたいんだよね。綺麗そうだよね、綺麗そう。9時、こんばん、こんばんは。じゃあまだか。現 JK3 期で何人、かすみん、かすみん、ゆいな、うーん、りえちかな、かな。スタジオ、うん、うん、気まず。フルネーム、そう、フルネーム。平野さんのショールーム見たいけど、やばい、どういうこと。8時台メドレー、ちょっとあの音出してないけど、つけるだけつけた。ユニット15の話、長崎県は濃い濃い。あ、長崎県のいちごのあれ、リモコンを略さずに、そう、リモートコントローラー。女子北沢、いや違うのよ。まあまあまあ、 JK か。リモートコントローラー、そう、リモートコントローラー、 It is リモートコントローラー、 OK? リモートコントローラー、そうだよ。9時台、そうそう、しようね、しようね。新曲のタイトル、え、でもラガーシャツだったから、うーん、なんだろう、うん、パスみたいな。むずいよね、ラガーシャツだもん。うん、なんかタックルじゃない、なんだっけ、トライみたいなあるよね。お、社会勉強してきたの。あ、地下ってことね、地下労働施設ではなく。あ、そういうこと。こんばん、こんばんは、そうしようね、こんばんは。ゆいには JK JC では、ゆいな JK だよ。無音で見てるけど、あ、無音で見てるの。チャリね、チャリ乗れるかな。なんか乗れるんだけど、最近乗ってなさすぎて乗れるかわからん。花火うるさい、大声でかけ消して。いいよ、わー、はい。リモコン略さないの、お嬢さん間違うやろ。リモートコントローラー、昼なんです見ながら配信。そうなの、こんばんは。60インチ、60インチってどんぐらいなの。山広さん、レインボースターありがとう。こんばん、いちご、こんばんは。かわっち、ありがとう。ラガーマンの歌、え、ラガーシャツだったよね。タックル、ノックオン、なんかタックル、タックル。広島会場でいちごちゃんから8本振り、え、ほんと8本も、すごいね、ありがとう。朝広島満喫、いいね、こんばんは。え、でもなんだっけ、トライみたいな用語あるよね。え、あるよね、ラグビーってトライみたいな。60インチって何。テレビジョン、テレビジョン、テレビジョン、イカ食べる。うん、ゆいなほぼすっぴん、確かに可愛いよね、すっぴんでも可愛いよね。そう、カウントダウン TV を見てます。こんばん、気まず。待って、私さ、うん、ぬくん反則じゃん、やばい、反則なの。反則したらノックオンっていうの、言うのなの、言うのなのって、なんか爽やかキモいね。え、待って、セバさ、今日ブログ誰だろう。うん、ブログ書かなきゃいけないんでした、書きますね。うん、山口から兵庫は不安だね、台風来てるもんね。
やばい。あの鈴懸なのよ。鈴懸言えるよ。鈴懸の木の道で君の微笑みを目に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕らに何しか考えた上での嫌な気恥ずかしい結論のようなものでしょ。好きだよ。観測の種類ありそう。かすみ大人っぽく、かすみ大人っぽい顔してるよね。タックル虜になる、いいじゃん。134センチ、でかっ。そうでかすぎん。アハリータックル、ラガーマン、ラガーマンとかありそう。確かに、なんかでもラガーシャツとか、なんか部活とかなのかな、部活系かな、なんか学校系みたいな。プレイ中に下にボール落とすと、あ、そうなんだ、反則なんだね。あ、そう、ワールドハッパー顔があるんだよ、覚えとる。鈴懸の木の道で君の微笑みを見るとしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうか、僕の命しか考えた上なのに、恥ずかしい結論のようなもののこと。鈴懸いいよね。ジュリナさんね、いいよね。 MJ、 まついジュリナさん。76文字なの。鈴懸の木の道で君の微笑みを見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕の命しか考えた上なのに、恥ずかしい結論のようなものって76文字なの。言えるよ、鈴懸。そうなの。あ、そういうこと。福田あかりさんも言えるの。鈴懸の木の道で君の微笑みを見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕らに何しか考えてもらえない、やけやすがしけずるんだよなもの。テントウムシ、テントウム中。アーリータックル、スローフォワード、なんだそれは。 ST で入りたいニット、お、入りたいニットはね、さっき話してたんだけど、むずいよねって。ゆいな、ゆいなじゃねえや、ゆいな JK。ジリナさんね、全部言う。そうで、鈴懸の木の道で君の微笑みを見るとしまえば、僕たちの関係はどうかって、僕らに何か考えてるのに、気がするのもののことだよね。天才、ありがとう。まあまあ、早くでなればなるほど可愛い。本当か。うん、帰る、バイバイ。対角線、鈴懸言えるよ。鈴懸言いますよ。キャッチフレーズね、どうなんだろう。お疲れ、お疲れ。鈴懸初動配信お得だね。そうだよ、鈴懸は言えるよ。はい、タックルしません、こんばんこんばん。でもレスリング習ってた時はタックルとかめっちゃ習ってたよ、ね。新しいニット作るのもね、ありかもね。こんばんは、ふちゃん以来で聞きました。本当痛い、ノーサイド。左押し、そっか、ヒラリーさん押し。ジュゲムは言えないよ、鈴懸しか言えない。鈴懸は言えるよ。鈴懸の木の道で君の微笑みを目に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何か考えた上での、いや、恥ずかしい結論のようなもの。レスリングは習ってた、幼稚園の時ぐらいに習ってたね。自己紹介キッチフレーズないよな。山梨県出身の18歳ぐらい、本当に。3期だけのライブ、ジュゲム、ジュゲム、ジュゲム、ゴーゴーのすり切れ、貝殻水魚のウフライマーツ、フライマーツみたいなやつやんな。絶対口の中見えたかも、マジでごめん。気まず、こんばんこんばん。シャーマン、何それ、何それ、真っ赤な。今星野源さんが歌ってるわ。レスリング、ファザーがレスリングやってたんだよね、多分。それでかも。あなたのハートパンケーキやばい、意味わかんなくて死んだ。焼いてしまうってこと。水曜ウーライ、おい、わからん。ウイロウリ、こんばんは。エケビまだかなね。長時間初めて見た。カチフレーザー絶対必要。セラピさんは例外。あ、サラピさんタイプで行こうかな。あ、北斗一子ですっていう感じで。どんぶらこ、やばい、そっか、山っぽいんよな。いちごの国じゃないの、しかも。なんかこの姿勢悪いから、なんかめっちゃ痛くなってきた。なんだろう、どうしたらいい。ファザーはね、わかんない。ファザーがやってた。あ、その枕あるからさ、枕をさ、背中にさ、あ、クッション代わりに引いていい。パンケーキぐらいしか知らん。 AKB の曲何
文化はかかりますか。どういうこと、わかりません。女子ってみんなパンケーキ好きなんやろ。うん、でも私メープルシロップじゃないや、蜂蜜苦手やからさ。あ、これめっちゃいいかも。蜂蜜苦手だからあんまりかも。でも好きだよ、好きだけど素材の味が好き。あ、真珠、ヨッシンさん真珠ありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、アホ毛ヤッホン。サラピさんだから許される。やばい、そパクってんのもう。キャッチフレーズフー言えるようにして。やだ。かっこいいのは間違いなく、ありがとう。ほんと？かっこいい担当でいこうかな。はちみつね苦手。あのね、なんかかける、なんかあの飲み物にちょっと混ざってるとかそんぐらいはいいんだけど、なんかかけたりするのがに好きじゃないの。美しい、ありがとう。すごい美しいって言ってくれた、ありがとう。はちみつ苦手だって。いちごジャム、確かに。もし素材の味が好きかも、パンケーキは。ちょっと食べるね。やばい、富士山より高くなりたい。やばい、難しい。背景のイケメン担当、イケメンポーズ。ニューレンズは難しそうだよね。こんばんは、海の国から。やばい、もうパクってんのよそれ。いろいろ全然関係ないけど、こっちの子、え、嬉しい。声好きって言ってくれるの嬉しい。ヨーグルトにはね砂糖だよ。うん、素材の味が好き。そう、うん、アイス抜けるのもいいね。確かにダンス、ダンスをしたらイケメンになる。ちょっとなっちゃおうかな、イケメンが。絶対間違ってるよね。違うんですよスタジオさん、うるさい。グレコローマン、何それ。富士山より高くなりたいは叶う。確かに、富士山より高くなるもん。なんかもう日本の頂点じゃん。 STU で踊ってみたい曲、え、でもなんか私は風を待つがめっちゃ好きで、兄弟で好きな曲はって言われたら風を待つとヘタレタチューが好きで、あのカップリングもいいよって言われたら後悔なんかあるわけないがめっちゃ好きなの。なんかでもちょっと推し補正入ってるね、いろいろと。やばい、それはもうちょっと東かな南かな、ちょっと某左ともさ思い浮かべちゃう。マジで会いたい、やばい。こんばんは、こんばんは。グレコ何、わからない話しないね。よししようね、しようね。レスリングで上半身だけ使う、そうなんだ。富士山を刺繍してほしい。かなり負けないでね。いいのよ別に、どっちも富士山だよでいいじゃん。ダメなの、レスリングって言ったらグレコローマの、知らない。私は、私レスリングやってたけど、その幼稚園とかだから、あのやってた記憶しかないよね。あんまり詳しくはないよ、やってたけどね。そう、リエチ、即興リエチとお出かけしたもん。僕の違うよ、私のリエチやめて。下手れね、いいよね。誰だって言われてきた。やるときはやるよ。富士山より有名になりたい。キャッチフレーズ引き継ぐ、なんかパクリアンって思われるよ。風を待つとペダル、風を待つ、ペダルもいいよね。風を待つ大好き。攻撃禁止、うん、そうなの、ピエンになるから。幼稚園児がグレコだけはない、私のでもねえわ。どういうこと、ズボン友達100までフリースタイル。後悔なんかはリクは投票した。あ、そうなんだ、後悔なんかあるわけない。マジでね、あの曲を聴くと泣けてくるよね、本当に泣いちゃ う、 もうあの曲聴いただけで泣けるかも。え、もしさ急に泣いてくださいって言われたら、あの曲聴いたら多分泣けるかもしれない私は。違います、私のリア中です、やめてください。え、こんばんは、初見、嘘ですね。ひなさん富士山使ってない、確かに名前だね。いちごやっほー引き継ぐと言い切ればいい、確かに。こんばんは、こんばんは。
ひだやさんに会いたいな。コロナにならなかったらいけたのかな。キャッチフレーズどうなんだろうね。信玄よりも輝きたい。でまず夏のツアーでおすすめの曲、ツアーで先輩かな、研究生ツアーかな。千里さんの久保里音さんが引き継いでた。あーね、リアチがもんじゃ焼きパーティーに興味持ってた。もんじゃ焼き大好きなよね。英語のパートがかっこいい。あ、後悔なんかあるわけないのね。後悔なんかあるわけない。マジでさ泣いちゃうよね。もうなんか聞いただけで泣けてくるもんね。こんばんは。こんばんはそうだよ、私が産んだのリアチューは。リアチューのことは産んだ記憶が最近ある意識して泣けるってこと。女優になれる。後悔なんかあるわけないを聞いたら泣ける。武田信玄が強そう。武田信玄より強いちょっとなんでもない。最高の曲。そう、後悔なんかあるわけないがマジで大好きすぎて無理、泣けてくる。あこれ、ナナさん絶対会いたいな。広島来るからね。アイドルフレーズパクリないよ、それ著作権あるよ。富士山よりもビッグになりたい。身長が、あ、そうなんだ。今泣いてくださいと瀬戸内の声。瀬戸内の声ね、いいよね。そう、ちょっとリアチューのことは産んだ記憶が最近ある。推しに似るんだ、産むのは受け継がい。そう、岡田奈々さんもね、ココアさん産んで、いろんな方産んでるからね山口会場ね、山口でも楽しみなの。私も山口楽しみ。今週よね、もう頑張れ俺ですよ。違いますよ、リアチューは私が産みましたので母親としてラストコンサート行って。ラストコンサートは泣いちゃうよね。うん、懐かしい。やっぱ岡田奈々に会いたい。無理。うん、号泣するよな。オマージュは言い訳。確かに娘だらけ。それな、娘多いよね。じゃあ孫にしてもらおうかな孫でお願いしますって言っとこう。孫でリンゴかみかんかも。それも木下桃花さんだよなうん、春夏秋冬もね、泣いちゃうよね。わかる。ミューポン、ミューポンも産んだかもしれない、もしかしたら。ミューポンはヒータンが産んだかも。ヒータンがミューポンのこと産んで、私がリアチのこと産んだかも。広島、あの、昇格しますかって言っても、わかりませんし、言ったしますとか言ったらやばいでしょ普通にどうなんだろうね。でも全然いつしてもおかしくないと思ってる。ココアさんの娘になったら自然と孫。ココアさんの娘一歳しか変わらんのに、ま、娘になるのひーたん母親辞任。あ、あのうーたんの俺の彼女。あ、違いますよ。普通に普通に違いますよ。違います違います、ごめんなさい、違います。ノアピさん産みましたか。やばい、ノアピさんはね産んでない、産む産まないなの話。そう、ココアさんがね1個上かな、年上。そう、1個上だから。え、そう思うとココアさんとゆいかちゃんとかって同い年ってことか。すごいね。南の川より北の沢が好き。やばい、ちょっと気まぜっとかも。アホギー、ヤッホー。ミヤポンとリアチュー、イチゴが産んだ。そう、産んだのかも。言われても困る。そう、なんて言ったらいいのみたいな。こんばんは、こんばんは、ST48 の北沢一子と言います。気まず、こんばんは、こんばんは。待って、待って、んちょっと待って。あ、6時50分か。 OK、 こんばんは。今さ1時間、今どんぐらいやってる配信。待って、こんばんは。この涙を君にさ注ぐじゃないわ、さぐ。あの高見菜さん、ピッコロ大魔王卵かも。可愛くなってる。ありがとう、今日ねお出かけしたの。リアチューはいちごちゃん軍だと認識。いや、リアチューは私が見ましたあ、埼玉県から来ました。でもそれはミンオさんじゃん。だって産婦人科の話。うん、リアチューのことは産んだ記憶があるって話。ナーピよりミーポンが年寄りになったね。わしが育てた。
1時間半ぐらいか、オッケー、話が面白い、ありがとう、1時間半か、オッケー。じゃあさ、9時までやろう。それでいいよね、2時間だよ。あ、3だ、それ2時間粘土で作りましたよ、90分ぐらい、ありがとう。いちごちゃんよりココアさんが年で、そうなんよな、90分ぐらい。お、ありがとう、みんな教えてくれて。笑顔のチャンスね、笑顔ちゃんいいよね、めっちゃ好き。私も正常な状態でプレイリストを。何の曲だろうこれ、なんか急に選曲披露するまでめっちゃ長くない？何歳でリア中産んだ？確かにリア中。イケピスさん、アロハ、ありがとう。アロハ、いた、アロハ。大学の講義、そう、今日大学の講義をしました。アリノと同級生の信じられない、同級生なんよね、そうなんよ。2時間ありがとう、うん、2時間も配信しようとしてる。暇だと思われちゃう、暇だけど暇です、嘘です、本当やることあります。なんやねん。ジョージがリアちゃん産むことは不可能、あの、それはそうなんですよ。そりゃそうなんですよ、その、そりゃそうなんですけど、はい。うん、一杯の水好き、大好きな人もいいね。今日は暇です、暇です。いつもソファーあるよ、ソファーあるけど、ソファーに、あの、何、山梨から帰ってきた荷物大きすぎて座れない。レアチュー、パパイケメンでママは美人って言ってた、あ、はい、ちごちゃんだったかもしれない。あの、うん、そう、諸事情で30分に戻ってきた、あ、来ませんと、分かるよ、分かってるよ、全然いいんだよ、私のことなんか見ないでいいよ。リオツンとリアチューとミューポンが同い年、でもあれだよね、生まれた年的にはリオツンさんとリアチューが同い年で、ミューポンとノアピさんが同い年よな。キャッチフレーズないんですよ。アリちゃんとイチゴちゃん同級生、そうなんだよね。マイハさんも同い年か。嘘しようね、しようね。最善管理しようかな。キャッチフレーズでも、キャッチフレーズ多分誰も考えないと思うよ。言われないもん。てかなんなら、うん、多分誰も考えてないと思う。こんばんは、こんばんは。やっほー。東京駅からなら新幹線で仙台あたりを。どういうこと？マイキューさんと私は23時過ぎ配信じゃないとあれとなる。あ、そうですか。産んだらなら名前の由来教えて。ちょっとそれ秘密。やっぱイチゴなので果物つけとこうかなみたいな感じですかね。ナオピとミユポンが同年代。え、それな、ナオピさん大人だよね。ナオピさんだってミユポンのこと赤ちゃん扱いしてるもん。そうだよね、アリちゃんさんが19歳だもんね。確かにそうだよね。あ、確かに、リッセンのももかさん、リッセンのももかさんって言い方やばい。ももちゃんさんと同い年だね。小学生のイメージ強い、確かにそれはガチでわかる。私も考えて、キャッチフレーズ、カナウもキャッチフレーズがない、みんなないんじゃない。でも3期は90分、あ、そういうことか。1期から3期を混ぜて年齢順に並んでほしい。なんか、いいかも、いい、わかんない、ちょっと適当に喋っちゃった。チリパね、自分に子供が生まれたら名前はリンゴ、リンゴ15歳ぐらい、少々しようね、しようね。北沢は母なんよな。キャッチフレーズ文字数、え、わかんない。ナオピはカナウちゃんにちょっかい出してますよ。あ、ナオピさんはね、私にもちょっかい出してるよ、ちょっかいっていうか。でも嬉しいよ、普通にのんぴさんが話しかけてくれるの嬉しい。2005年世代、いちごちゃんお姉さん。3期はでも同い年、今18歳だけど、同年代がりさことかなうとゆうなとのあ、そして私、5人いるよ同い年が。いいかも、適当かだったかも。パセリさんとかサンヤさんの前、90分もあったら自宅から南こうの握手会会場。本当、自己ちゃんの子供のいちごやばい、野生ってこと。21世紀選抜原点、オンラインみたいにキャッチフレーズ。
文字数なければ鈴懸みたいなやつ、鈴懸の木の鈴懸の木の道、ちょっと待って、鈴懸が思い出すのかな、ちょっと鈴懸の木の道で君の背面を見るみたいと言ってしまった、ボヤちゃんの関係どうかってしまう、これに何か考えられないか、結論のようなものか、お遊ぼき MC 最強の世代、本当ナーピは後輩のことが好き、恋愛対象そうなの、ナーピさん難航って読むんだ、ナーピさんがちょっと遊びにいいやん、来ません、ナーピさんの本命は誰なんですか、ナーピさん本命誰なんですか、難航、あ難航ね、軟膏はあのあれ、やけどした時に塗る軟膏しかわかんない、こんばんは、お、はじめまして、スティーブ・ホットさん研究者の北沢いちごって言います、こんばんは、キャッチフレーズで鈴懸になっちゃう、一番好きな曲は鈴懸の木の下で君の表面を見る見るとしまった、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕に何か考えた上でやけ恥ずかしい結論のようなものですって言おうかな、いないと思う、ナンピさんの本命、ナピさんの本命誰なんですかね、ちょっと気になりますね、インテックス大阪がある、あそっか、オロナインの難航、そう、そういうこと、そっくりそのまま返される、うん、でも私はちゃんと答えられますから安心してください、こんばんは、こんばんは、 CM あった、ほんと全然見てない、勝訴しよう、勝訴しようね、ナピさん毎日推しが変わるって言ってた、えナピさんマジか、そう難航、おい分かんないよDD やばい、一緒か、いちごちゃんはくるくるさんにくるくる姉さんっていうの、なんか私はくるくるさんはくるくるさんだからくるくるさんって呼んでる、気まず、鈴懸なんちゃらとは言いませんよ、鈴懸の木の道で君の方へ目を見る見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕らにらしか考えたような恥ずかしい結論のようなものっていう、ナーピさん人見知りしないね、人見知りしないよね、鈴懸の後にジュゲム、ジュゲム言えないの、あなたの本命は誰なの、くるくるさん、俺の何個人のこと言えんよな、んんどうしましたみたいな、普通に何がですかみたいな、え、テレビのさ音ってさ入ったらさ消されるよね、今1なゼロにしてるんだけどさ、 AKB さんが出たらちょっと聞きたいよね、どうなんだろう、どうなの、どうなのかなどうなのだろうか、なんかでも、ああそうかナンピさんくん欲しい、違反な映像にならない、ならないよ、バンホームの CM 禁止に、バンされても禁止されてもダメだって言われてもよくはないよね、やっぱ伊福さんと呼べる、まずいよね、ミュートにして聞く、あこっちをミュートにしてってこと、バンされる、イヤホンない、よくはないよね、イヤホンして聞いたら、あね、ミュート、そうだよね、バン案件入るよね、 この配信をミュートにしたらいいってこと、うん、イヤホンさしたらいいかも、社会的に消されるかも、 2.5 期生のダンスよりいちごちゃんの絵珍しいですね、本当ですか、ありがとう、嬉しい、本当に絶対嘘だな、卒業生の人がテレビ音声ダダ漏れないし、いやでも卒業生だから何やの、表面張力方式でギリギリを攻める、音が聞こえなきゃ、それはそれでドバンされる、うん、配信をミュートにしたらいいか、お、いってら、こんばんは、見張り、見張りって言い方やばいな、ミュートにしたらどれを読んでるか分からん、確かに、ミュートにしてテレビを見るよ、テレビにイヤホンさすところあるとは思うけど遠すぎて多分無理、しかも私が持ってるイヤホンはね、あのあれあれあれしかないの、あれこんばんこんばんは、始まったけど、やばい、みんなに始まったけどって言われる、まだ9時までやるって言ってしまったんですよ、わ曲名大喜利、そう AKB さんの曲名を当てるんだよ、にまど、私も見ようかな、楽しいね、ありがとう、楽しい、嬉しいよ、楽しいって言ってくれて気になる曲名が、字幕ここに打つ、ライトニング、そう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 、ライトニングケーブル、 iPhone のやつ、かすかに聞こえない、ギリ、そうなんだ、え待って待って、えこれ音バーって出たら気まずい、あ、大丈夫だった、大丈夫でしたね、
日ぐらいだったらいいのね。配信をマイクオフにしてテロップでトラブル発生みたいにしておいたらいい。トラブル発生。かわいい。ちょっとごめんごめん、今見てた。配信始まった。お、フォローありがとう。ラガーマン、え、ラガーマン、ラガーマン、やっぱティーチャー、ティーチャーってこと。ラガーなんとかなのかな、ラガーなんとかなのかな。やっぱ耳つけて極小、めっちゃ遠いよ。ちょっとその距離感ではない。かわいい、それな、かわいいよね。ちょっと見ちゃおうかな。やっぱ今ね、配信しながらテレビもついててこっちでも見てるの。やばいよね。ラガーギャル、ギャルやばい。アートもかわいい、ありがとう。そう、いちごちゃんいないんです、すいません。いいのでは。ワンされた、ゆっくり、やばい、ゆっくり見るために。そうなんですよね、キャッチフレーズないのよ。だからないのよ。テレビはカウントダウン TV さん、テレビジョン。あ、そう、え、テンさん同い年だ。そっか、朝配信、ちょっと朝が弱いということで。僕らのノーサイド。でもなんかさ、なんか、うん、なんかラガーが入ると予想する。ラガーストロベリー様かな。鈴懸みたいなキャッチフレーズめっちゃ長いって、絶対絶対長いよ。激長キャッチフレーズってこと？気まず、気まずっと。ノーサイドに一票。ありそう、でもありそうすぎる。ありそうだね、確かに。ラガー、ラガー、うーん、いちごラガー。こんばんは、こんばんは。あ、やばい。こんばんは。あ、ビールによる、確かに。ビールっぽいね。ダメだよ、ビールは。ビールはちょっと二十歳になってから。くるくるさんの話で一応名前出てきて、え、ごめん、なんだって、もうちょっと気になるっけ、やめて。スクラム、スクラムってどういう意味なの。でもさ、秋元康さんさ、めっちゃ用語とかめっちゃいろいろ詳しいイメージがあるから、そういうなんかあれもありそう。あ、もうすぐポニシュシュ、ポニシュシュ、ポニシュ、待って待って、あ、う、わかんない、待って、違う、そう、ないのよ。ラガー天国、お一人様パクってんの。あ、待って待って、ちょっとちょっと、こっちミュートにするから、ちょっと待って、私の無音の反応を楽しんで、さよなら。おー、ちょっとあんまりミュートにしすぎると消されるので、ちょっと一回一瞬こっちをミュートにしたんだけど、あの、とても可愛い、村山ゆりさんのエクステ可愛すぎるみたいな、マジで可愛いみたいな、本当に可愛いよみたいな。ということで、ちょっともう一回あれだよ、もう一回消えるね、待ってね。
ちょっとただいま。真夏のサンズグッド来ましたね。真夏のサンズグッドの思い出としては、なんか小学生の時に椅子取りゲームをめっちゃ流行ってた時期があって、なんか自力で曲を歌って止めるっていうのがあって、私は真夏のサンズグッドを永遠に歌ってました。はいそうなんですよ、サンズグッド来ましたね、まさかのこんばんは、こんばんは。ねえ、かわいいかわいい。そうなんですよ、お帰りただいま。ちょっとそう、ずっとねやってましたね。ということで、え、終わりかな。かわいい。あ、終わり、あ、終わりましたね、終わりました。お帰りただいま、流行ってたの。そうなんですよ、ともちんさん録画。でもなんかさ、あるあるじゃない、なんかいつも水辺で収録しとってみたいな、ありがちじゃない。よかったですね、ありがとうございました。新曲、新曲は9時からですね。9時台オタグそう、オタグ小学生ですね。小3か小4ぐらいの時に真夏のサンズグッドをなんかめっちゃ夜な夜な歌詞を紙に書き出して、こうやって、でそれを次の日学校に持ってって、こう見ながら歌ってた。テレビ新曲、そうそう、9時台だよね。ね、ゆきりんさん天才だよね、天才だね。もう本当にありがとうって感じ。いちごラガーっていうのが、え、そうなの、お酒やん、もお酒ないよね普通。でも私は9時に終わるって言ったので、ちょっと新曲の話は明日するね、感想は明日する。あとメールも送りたいんだよね、地元のプールとか。そうなんだ、真夏とポニシは握手会行ってた。本当、ユキリンさんポニ、え、それな、やばい、ユキリンさんやばやば。インターネット来てるよ、こんばんこんばんは。テレビとショールーム交互に見てたら、一応 AKB だっけって、そう AKB です。嘘だよ嘘だよ。そう、筋金入りのオタクだった。その息はよし、やばい、この頭皮動くのやばい。え、この頭皮動くのさ、ちょっとさ、なんか画録したいんだけど、どうしたらいい。エリーさんと同じ衣装着れてる、キリさん。確かに今日タイムに並べる、あ、確かに七並べもね、そうだよね、うん、いちごラガで乾杯、ボーナスタイム。あーね、どっちも見た。2011年はね、多分7歳とかかな。ユナ耳動くね、私眉毛なら動くよ、めっちゃ眉毛動いてるの分かる、眉毛と頭皮が動く確かに頭皮動かしてね、頭皮を促進してこ、血液。なぎいちもね、確かに渚で一番かわいい。ちょっとやっちゃんが食べるね。11年前、7歳か8歳かかな、うん、めっちゃ好きだった昔から。動かなくなるの、めっちゃ動くよ、もう戻らない、これやばい、坊主アピール、坊主かもみたいな、アピールしとこう。眉毛は動くけど、クラコン、9時台やばい、楽しみ、新曲がやばい。2010年、7歳かな、じゃあ、うん、11年前リアチューと同じくらい。あ、そうだ、なんかさ、姉ちゃんとか言ってるからさ、なんか年下なんかと思っちゃうとは。え、リアチューがお姉ちゃんなの、どういうこと、どういうこと、由来は。まずよりポニテはちょっと有料かも。
今日なんか波打ちにしたから髪がなんかちょっとあれかも。久しぶりにした。でもこういう感じ、ポニーテール、ポニーテールとシュシュがやったということでポニーテールにしとく。はい、カウントダウン TV、 ゆきりんさん、ゆきりん説、くるくるさんの配信見たいんですけど気まずいですよね普通に。あ、新曲みんな、そういうソファーなのよ、もうラガー、心の端のラガーじゃん、ソファーなのよ。5時から、そうなんだ、あんたと同じぐらいだった。本当ポニーテールとシュ、あ、歌えってことですか。ポニーテールしながら、まさかのコーラスも一人二役。リアチュいちごたんが寝顔持ってるのぞいて、え、持ってるよリアチュ。でもリアチュも持ってるんでしょ、お互い様だよ。ファンの中でのリアチューの、え、そうなの、リアチューのファンの人はみんなリアチューのことをこお姉ちゃんだと思ってるってこと。リアチューは中学生だよ。アグルクさんの配信でコメントしませんよ。心の端のソファ好き、私もいいよね、わかる、わかります。なんかハキハキとした喋り方、わかります。しながらの中、君が走る、僕が走る砂の上、ララ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 ラ。あ、そう呼ばれてるんだ。なんでなの？なんでなのかな？なんでなんだろう。リアチューファンの人もいちごのこのままダメだよ。リアチューのままだもん私は。ママやだもん。なんかママやだ。リアチュー22歳だと思ってるのみんな。あ、そういうこと？リアチューが22歳だから。だとみんなは思ってるから、リアッチューのことがお姉さんってこと。この前これ AKB さんで初めて覚えた振り、なんだろう。でも私ビギナーがめっちゃ好きだった、ね、今ビの破裂音やばかった、ビギナー。わかりみ、生徒会長、生徒会長のノアピさんとリオツンさん、どっちが身長だか、え、ノアピさんじゃない、え、そうなんだ、姉ちゃんなの、なんで、難しいな。にゃんちゅう、にゃんちゅう、にゃんちゅうじゃにゃー、これやろう。今っちゅうからお姉ちゃん、そうなの。うん、まあそれそうか、そ、妹、そりゃそうだわ。中学生、え、そう、最初さ、リアチューのこと見た時同い年ぐらいか年上なんじゃないかぐらいまで思ったもん、最初はね。弟になります。うん、ならなくていいよ、あーと呼んでいいの、喜んでた、私のベイビーだよリアチュー。こんばん、こんばんは、コッティちゃんこんばんは、こんばんは、ビギナー、ビギナー、おおおおお、にゃんちゅう似てなすぎて、にゃんちゅう、にゃんちゅう、にゃんちゅうらにゃ、これやろ、一緒やん。気まずい、同期の中で背が一番高いの、私、私です。リアチュー大人っぽいよね本当に。カスミンに3期の母親的なメンバーって言って、いちごちゃんかな、え、カスミンのままでもあったの私。私意外となんかふざけるときは結構みんなと一緒にふざけるけど、意外とねちょっとそういう、そういうとこあるんですよね。リア中のマスオ、リア中のママになった、あ、そうなんだ、弟がダメなら兄は、うん、兄はね一人でいいよ、二人もいらないの、いらないの。リア中氷に見えるし、クルクルさんは中3に見える、わかる、逆かも。ニャン中のマネ、え、ニャン中似てるって、ニャン中らにゃー。よくないな、いろいろ、ママ違うよ、リア中のママだから、リア中だけのママ、ただいま、おかえり、しっかりしてるって思ってる、あ、本当しっかりしてるかも。推し歴1年負けたので姉さんと呼ばせて、どういうこと、誰の推し歴、ひーちゃんもママ、あ、確かにひーちゃんもね、一応ママ泣き虫、泣いてないよ。泣いてないよ、いちご三姉妹、3期のママ、3期全員ママだったの、もしかして俺の彼女、うん、やめて、マザーがママ、ママは許しません。ママちゅう、そういう、え、そういうとこあるよね、好きだよ、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこある、だからこういうパーティーいらないのさみたいなやつよね。似てるか説明して、あ、にゃんちゅうの似てる点ですか、やっぱにゃん、にゃんちゅうらりゃ、これですね、やっぱ似てますよね。お姉さん、え、ねえねえお姉さん。誰これ、
ちごちゃんがくるくるさん一応知って言っても信じてなかった。え、なんで本当なのに。ひどいよくるくるさん、ひどいよくるくるさん、ひどい違いますよ、私はくるくるさんが一番好きですよ、好きですよ好きですよ、はい。なんか小声なの、死ぬ。ガチ勢なの、にゃんちゅうの。似てなくても可愛いから許される。確かに。あ、岡田奈良さんのってこと、すいません。こんばんは、こんばんは。リコチさんは何でそれ目処にどうし。そうなの、リコチさん。ミーポのファンの人はヒータのこと。確かに。いちご美人ありがとう。パセリさんの母性、あーね、確かに。上門さん結婚して、あー結婚はちょっとあの、すいません、かあの契約違反という点観点から関してちょっと契約違反なんですよ。結あ結婚してそうやってリア中のお父さんになろうとしてる、ダメだよ。ユーナン、ユーナンは、え、でもユーナンとさ最近話すんだけどさ、別に元から話すけどユーナンね、おもろい。ユーナンのさ、ユーナンなんか目をめっちゃこうやってるイメージがある、かわいい。こんばんは。リア中が俺の中、うん違うよ今夜さん、リア中とは10年先に結婚するよって。なんでお母さんって、なんで許しません、私が娘はやらん。沖さんみたいな雰囲気、マジで言われる。何度目の何度目の青空か、間違えた。めっちゃ言われるよ、沖さんとね、パセリさんと、うん、言われますね。くるくるさんに思えた時、そうだよ、くるくるさんのことをずっと前から好きって言ってるじゃないですか、ツアー一緒にやる前から好きって言ってるじゃないですか信じてもらえるの、普段の態度やばい。なんでですか、なんでですか。リコチさんもニャンチュやるの、言うのは天然。あーでもわかるかも、ちょっとっぽいかも。ファンが守ります、いや私が守ります。誰と仲がいい3期で、うん、リサ子でも結構みんなと仲いいと思ってる、自分的には。みんなと出かけるし、みんなのこと好き、みんなと遊べよ。娘はあげやママじゃなくて、ちょっといや、それはどっちが言ってもいいんですよ。娘はやらん、娘やらんぞ、ちゃぶ台ひっくり返すよ。娘はやらんって言って、テレ朝で瀬戸内映って、あ、そうなの、おかみたかった、何度目の人混ざってんのよ、うん、いろいろ混ざっちゃってんのよ、本当にもうびっくりびっくりびっくりびっくらぽんどういうこと、面白い、ありがとうありがとう、嬉しいね。お母さん違います、ゆうなはどじっこ、確かに、でもゆうな確かにちょっと天然っぽいかも、うんうん。ゆいなは意外とわちゃわちゃ、ゆいな、ゆいなもね、ゆいなもねめっちゃおもろい。ゆいなとさ昨日さ、なんかもういいよ友達やめよう家族になろうってのずっとやってた、これ昨日も同じ話した。そうだよ、リアチュのママちゃぶ台ないよ、リアチュをゲーセンに誘い込んだの、どういうこと、なんで、どういうこと、プリクラ撮った、それアリエスとプリクラ撮ったんですよ、ここにあるわ、え見せていいかな、リエチ、これです。こんばんは、こんばんは、はじめまして。みんなと仲良しなんじゃなくて DD 一緒、えそんななんか同期で DD とか言われてたらもうどうやって生きていけばいいんですか、私は誰とも遊べないってことですかノアピさんに面倒を見てあげてほしい、あノアピさんが私の面倒見るってこと、逆ですよ。ハパチはジェシー、アライチュー、アライチュードジッコ天然、確かに。でもユーナは確かにその感じはあるかも。ユーナ赤ちゃん、ユーナとイチゴの会話ね、なんかずっとくだらんこと言っとるよ、確かに。一歩気まずい、ギフチョン見れるとアンピーさんに見える、本当スケルトン、そう透けとる。リサ子の保護者、保護者ではないよ、カスミンのファンに見せてない一枚、カスミン、カスミンなあるな、カスミンあるな、めっちゃここ伸びたんだけど、死ぬ、知らないよね、鬼太郎の親父どういうことなんか日に日にみんなの保護者になってくシステム、なんなのこれ、私はみんなの保護者だったの、
ユフンドジコキャラ確定、確定なの。アライチュウなんとかターズ、何なんとかターズってユイナって泣いてるの見たらよしよししたくなる。え、危ない。岡田アナさんのオンライン話会参加、あ、めっちゃ死ぬほどしてましたよ。全部話した内容もこのメモに全部書いてありますよ。もう通い詰めてましたね。かすみの一面やだよ、言わないね。北郎の、あ、 CM か。カメラ目線したらドキッとするか見ないで、え、見とこう、見てるよ。お疲れさん、お疲れ。ユーナはしっかりして、え、そうだ、ユーナでも確かに分かるよ、しっかりしてるっちゃしてるけど、そうそう、ドリフがアウト、あ、ドリフアウトなんだ。ひーちゃんのお母さん、ひーちゃんのお母さんなんかやだ。ひーちゃんはお母、ひーちゃんの方がママだもん。ひーちゃんの方がママっぽいよ。そう、しっかりしてる、しっかりしてるますかね。私カナも一時期リアチューと言ったら保護者だった。え、カナヒータンと絡む時受習士敬語、そんなことないよ、全然ヒータンとは普通に話すよ。なんでやねん、なんか怖がってるみたいや。保護者侍、保護者侍、保護者侍来たぞ。ヒータンとヒーちゃんと何話す、え、ヒータンはでも普通に話すよ、なんかアイドルの話とかするし。ヒーちゃんは普通に、ヒーちゃんはね、なんかマジでいろんな話するな。ヒーちゃん出かけたりともするし。そう、こんばんは、こんばん。絶対に読んでないの、ラジオ配信して。ユーナとユキリカさん、ん、ユキリカさんとさ、ユーナやっぱ似てるよね。私も思ってたの。ウィーポン妹メモして、豆だ一番の思い出あるよ。みんなに読み上げちゃうかな。こんばん、こんばんは。まあ、53分か、 OK。 くるくるさんの保護者、くるくるさんの保護者になる。でもくるくるさんは私がこんなに一途って言ってるのに、くるくるさんは信じてくれなくて。全然泣いてないの、死ぬけど。まあそうですね、保護者っていうか、あのシンプルに好き、くるくるさんは好きなんですよ、くるくるさんのこと。はい、読み上げ、え、でもこれ読み上げていい。2022年の7月17日、ソロコン行った後ですね、ソロコン行きましたみたいな、そしたら、あの、もっと好きになりましたみたいな的なことを言ったら、好きになったってめっちゃ、あの、もうイケイケ超イケ顔で言ってきたんですよ。え、はい、好きですって言ったら、これからもずっと好きでいてねって言ったんですよ、岡田さんが。え、好きですけどみたいな。この日は私もうなんか、そのお話変わった瞬間、なんかもう5分ぐらいちょっと虚無った普通に。ウェイヨー、ウェイヨー、3期で産みたい、もうみんな産もうかな私が。一途、そう、一途ですよ。クルクルさん産んでないよ。クルクさんとうまくいってるやろうか、やばい、みんなみんな心配してくれてるの、ありがとう。みんななんかさ、なんか応援してくれんだよね、謎に。おもろい。9時台わかんない。いちごちゃんとおきちゃん、ゆうなんとゆきりか、同一人物、違うよ、違いますよ。落語の時はぜひ呼ばれて出演。ミューポンとゆみりん、え、ミューポンとゆみりんさん似てない、それは虚無ったの。そう、みんな産んだよ私。応援してる、みんな応援してくれてありがとう。小園玲さんの声が一緒、ああちょっとわかる、透き通ってる系だよね。メンバーと公式はしてるだけ、誰もわからない。みんな応援してくれてありがとう。フォローありがとう。あ、ゴールドモンバーさん、あ、なあちゃんきっかけ、そう、私もな、岡田奈々さんきっかけ、応援してるよ、ありがとう、成功する。違う、な、あの痛いの飛んでけ、飛びましたねこれで。応援してるよ、やばい。マリコ様に好きになりましたって言ったら、聞こえないと3回も言わされた、やばい、ちょっと様ですねそれは。そのマリコさんね、私も全ての始まり、卒婚あるんかな、ファンが守ります、いや私が守ります。透き通ってる系の声してるよね。くるくるさんといちごちゃんのカップリングは平和、平和かな、本当に平和かな。サスケ、いや絶対すぐ沈むよ、あの川に、川。ゆきりかさんと会話してるところ、私が、え、でもさ、私あれどこやったっけ、
欅坂さんのやつ持って帰ってきたから。ゆきりかさんは天さん推しなんだよね。天さんの生写真をあげようかな。え、めっちゃある。めっちゃはなかった、ちょっとしかなかったあ、時間ありがとう。関係性がある、確かに。ここ産婦人科、くるくるさんにかっこいい感じで、くるくるさんキモ。あ、時間ダンスをしてプレゼンするロケ、わからん。チャートリー見ない。してよ、全メンバー、全メンバーやばい。みえぽんさつきにて、え、でも運動神経いいもんね、みえぽん。後半の可能性もある。え、イケメンだよね、テンさん、わかる。テンさん、イケメン違うんです。ユリいかないよ、今のはなんとかかった。何、星、星ないよな、言うかってな。そういうこと、急に怒られるって。それくるくるさんに今日もいちごちゃんが相方出ました伝えといた、やめてください難しい。なんかさ恥ずかしい恥ずかしい。配信中ね、私はこの配信が終わったら見えるもん。2分前、ありがとう。じゃあ9時ピッタになったらランキング読むね。ジゴちゃん泣いてないか心配してた。泣いてないよ。どういうことパセリさん、ダンビさんも今配信してる。ダンスをして告白しようかな。一歩踏み込んだ関係になりたい。やばい、言い方やばい。 ST 語を見ましたか。どんな人間それ。 人外だよ。男女読みも鈴懸け、めっちゃ早いじゃん。ゴッティは誰を産んだの。やりやっちゅうは産んだかもしれない。俺の一回やばいやばい。それはくるくるさん、いちごさんの後ろなら自己紹介研究一番隠れやすい。あ、出てくるってこと。推しに似て似合うかなおもろい。なんかこの顔しかレパートリーなくて死ぬ。かっこいい顔ってどんな顔なの。目細めってそうでね、わかんない、むずいな。リアチューは産んだ、私が。リアチューもきっと産んだって思ってる。ナーピさん、ナーピさんはね、産んだ覚えない男装似合うと思う。なんかでも私男装企画みたいなのめっちゃ好きだったから、 STU でもいない、やってほしいね。参戦しよう。すでにかっこいい、ありがとう。9時になる、なるのちょっとね、めっちゃ時間気にしちゃってる今。9時になったら読むね。チャンガラのサイン入りチェキ、あと、え、本当に、私のってやばい。私のやつ当ててくださったってこと。え、ありがとう。え、チェキのやつか、ありがとう。え見たい。どれだろう、どれ当たったんだろう。え、めっちゃ気になる。え、あほげ。9時、お、9時、オッケー。ズラ配信、あ、ズラ配信今できる、ほら。はい、できました。ひなの、産みませんよ、同い年ないよ。え、嬉しい、当たったんだ、嬉しい。ありがとう、わざわざそれで、言いに来てくださったのか。ありがとう。お時間ですね、ということで、剥がしみたい、お時間です。ちょっとランキング読もうかな。ランキング読みますね。あ、待って。オッケー、15位から読むね。15位が、アボアボさん、14位が長崎県やともくアリスさん、13位がレディースガガさん、12位がなりちゃん、11位が青木地さん、10位がくまさん、9位がひーくん、8位がエキピスさん、7位がフラペチーノさん、6位がミラさん、5位がトンさん、4位が SKM さん、3位がマッツさん、2位がモルモルさん、1位がウェマンさん。ありがとう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 。アソロハさんもチャングラ当てた。え、当ててほしい、ぜひ。でもなんだっけ、アーシャのやつのサインは2人当たったよって言ってくださった方がいて、チェキのやつを今初めて言われた。おやすみおやすみ、ありがとう、おやすみ、またね、バイバイみんな。ということで、私は AKB さんの新曲を見なきゃいけないという任務があるので、あ、まだメール送る時間か、メールも送りたいな。あ、めっちゃみんないろんな人始めるね。ということで、お疲れ様でした、バイバイ。じゃあ私今日やること多いな。そう、バイ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 、おやすみ、じゃあね、バイバイ。
あれ、あ終了ボタン押してないのに終了したと思っちゃった、ごめんね、バイバイ、ご飯食べる、バイバイ、じゃあね、どういうこと、待って、泣いてないよって伝えておいて、あ、え、私が、うーん、どういうこと、バイバイ